俺の名前は佐竹博文、普通のサラリーマンだ。え、なんだ、危ない。お、ただ俺は人よりも少し不幸に好かれている。すごーおーやばい、救急車。つい先日も大型トラックから脱落したタイヤが俺を直撃した。まあ3日程度の入院で済む怪我ではあったが。ああ、ここは。おお、よかった。佐竹さん目を覚ましましたね。打ちどころが悪ければ一生植物状態なんて可能性もあったそうだ。さて、退院後の俺はというと、ああ、何もする気が起きねえ。息をするのも面倒だ。北斗の拳にいたな、それ言うやつ。地獄の繁忙期であるお歳暮シーズンを乗り切り、完全に燃え尽きていた。こんな自堕落な生活を送っていれば、休日も動かなくなるのが人間だ。やべえ、このままだと寝ちまう。まあいいか。ご多分に漏れず、俺も体の求めるままに夢の世界へと旅立った。かすかな記憶だが、眠っている間に顔に何かが張り付いていたような気がするが、その時は脳みそがほとんど停止しているから深く気にすることもなかった。しかし翌日の会社で俺の体に異変が現れ始めた。あっちっつー。耳の奥で鼓膜を突き刺すような鋭い痛みが走ったのだ。慌てて鏡で確認したところ、耳が真っ赤に腫れていた。その耳どうしたんだ佐竹。いつの間にか虫に刺されたのかな。心配する同僚にはそう言ってごまかしたが、虫に刺されたとしか思えなかった。その後しばらく様子を見ていたが、時間が経つごとに痛みは増した。普通の頭痛ではない、物理的に引き裂かれるような痛みだ。あ、中に痛みが。どうしてる。またそれだけでなく、痛みはどんどん頭の中心に向かっているような気がした。夕方には俺の眼球がおかしくなっていた。佐竹、お前目がおかしいぞ。全然違う方向いてる。痛い頭が。なんと両目が全然違う方を向いていたのだ。強烈な頭痛に動けずにいると、うわー、血だ。佐竹、それやばいって。なんと耳から血が流れ出てきた。一体何が起きてやがる。痛みの中に頭の中で何かがうごめくような感覚があった。あ、これってまさか。この吐き気を催すような痛痒感、俺はこれによく似た感覚を知っていた。それは前に勤めていた会社の出張で人皮膚バエの幼虫に寄生された時。あ、なんだ。さらには砂の実やギニワワームに足へ潜り込まれた時のものだった。火鉢で脳をかき回すような強烈な痛みが。佐竹さん、佐竹さん。耳からの出血だけではなく、ついには血類まで流れ、俺は意識を失った。俺が目を覚ましたのは病室のベッドの上。ここは病院か。目が覚めましたか佐竹さん。頭の内部には強烈な痛みが残っている。先生、俺の体には一体何が。俺は深刻な面持ちの医師にそう尋ねた。すると医師は脳の MRI 画像をモニターに映し出し、お気を確かに聞いてください。重い口を開いた。これは佐竹さんの脳の内部です。え、何ですかこの黒い影は。俺の脳には黒い影が無数に映り込んでいた。しかもそれらには触覚のようなものが生えているではないか。画像を見た俺の背筋に悪感が走る。率直に申し上げますと、あなたの脳はゴキブリに食べられています。え、ゴキブリが脳を食べる。俺は驚愕のあまり言葉を繰り返すことしかできなかった。医師は淡々と説明を続ける。もっと言うと、あなたの頭の中にいるゴキブリが脳を食べて繁殖しています。繁殖。俺の脳が G の巣になっているというのか。医師によると、寝ている時に耳から体内に侵入した可能性が高いという。確かに思い当たる節があった。これってかなりまずい状況なんじゃ。俺は震える唇で医師に尋ねた。ええ、このまま放置すれば脳はやがて食い尽くされ、脳卒中や昏睡を引き起こし死に至るでしょう。嘘だ先生、助かる方法はあるんですよね。ゴキブリに脳を食われて死ぬ、それは考えられる限り最悪の死に方じゃないか。やだやだ。危険は伴いますが、頭を開くしかないですな。頭蓋骨を開いてゴキを直接取り出すと。そんな手術想像すらできないが、この状況で他の選択肢などなかった。ちなみに今回のことは非常に珍しいが、世界で症例がないわけではないらしい。実際インドや中国ではゴキブリが人間の脳に寄生した例が報告されているそうだ。すると医師が小型ライトとハサミのような器具を持って現れた。まずは開かずに取り出せるゴキブリをこれで捕まえます。そう言っておもむろにライトを俺の耳に押し当てた。
すると次の瞬間、ゴキブリがガサガサと音を立てて耳の中でうごめき出した。よし、足を掴んだ。このまま引っ張り出しますよ。その方法を繰り返し、まずは4匹のゴキブリを耳から摘出した。光に寄ってくる虫の習性を利用した頭のいい方法だが、耳の中でゴキが這いずり回る感覚は最悪そのものだった。耳から取り出せるものは全て取り出しました。残りは手術です。わかりました。この地獄が延々繰り返されるよりは、意識がなくなる手術の方がまだ楽だろうな。まずは看護師さんの手で丸坊主にされる。佐竹さん、絶対大丈夫ですから、早く痛みから解放されましょう。はい。手術は簡単なものではないらしい。その部分は医師が全て正直に話してくれた。それから数時間後、俺は手術室へ運ばれた。佐竹さん、この手術必ず成功させます。あなたを絶対死なせません。ライザーさん、よろしくお願いします。俺は医師と自分の生命力を信じ、まぶたを閉じた。それからどのくらいの時間が経っただろう。佐竹さん、手術は無事成功しましたよ。よかった。ありがとうございます、先生。生きていることへの喜び、医師への感謝が重なり、涙となって溢れ出た。聞くと6時間に及ぶ手術の末、12匹のゴキブリが摘出されたらしい。すごい数だな。中で繁殖するとは、人類の敵目。一命は取り留めたものの、食い荒らされた脳の損傷は大きかった。自分の名前、住所、電話番号を言えますか。名前、佐竹、何でしたっけ。住所は、わかりません。かなりの記憶障害が残ってしまった。それから脳の機能回復リハビリに2週間費やした。凄まじい回復力だ。記憶はほぼ元通りになりましたね。はい、もう住所も車のナンバーだって言えます。俺は医師たちが目を見張るほどの回復力で記憶を取り戻していった。こうして俺は2週間の経過観察を終え、退院を許可された。何にもしてないのに、寝てるだけでこんな大事になるとはな。とにかく家に帰ったら、おっさんを抱くぞ。怖え怖え。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。